皆さんこんにちは、渡辺和弘です。皆さんこんにちは、新宿区長の中山ひろ子です。今回のこんにちは新宿区長ですは、こちらの街をご紹介してまいります。さて、新宿のどの場所かお分かりになりますか？今回訪問するのはご存知、四ツ谷です。今回のこんにちは新宿区長ですは、区役所を飛び出し四ツ谷菅神社に来ています。都会の喧騒を忘れさせる静かなところですね。6月の恒例の大祭では毎年18の町のおみこしが繰り出し、多くの人たちでにぎわいます。渡辺さん、はい、四ツ谷の町に関するこちらの数字、なんだかわかりますか？ご覧の皆さん、お分かりになりますか？実は四ツ谷地区における現在更新中の火災での死亡者ゼロの年数なのです。東京でも 1,2 を争うもので、とても名誉な記録を更新しているんですよ。四ツ谷には江戸時代から町火消しがいましたが、現在はこの四ツ谷三丁目交差点に四ツ谷消防署が立ち、地域の消防団とともに四ツ谷の町を日夜火事から守っています。この素晴らしい記録、これからも更新していきたいですね。そうですね。それでは早速参りましょう。おい、ここ区立公園なんです。知りませんでした、区立の公園なんです。そうです、新宿区立若葉東公園で出てますけど、この大きな街路樹の緑は百合の木なんですけれども、百合の木、新宿区はね、立派な街路樹運動っていうのも進めていますし、緑を増やそうということで、なんとですね、8ヘクタール近く緑が増えたんです。素敵ですよね。こんにちは。こちらですね。本当に素敵ですよね。そうなんです。でずっとつながってて、人を知るっていう感じ。そうなんです。そうなんです。で本当に赤いのぼりが見えてきましたね。お祝い稲荷、タミヤ神社です。あ、お祝い稲荷ですか。渡辺さん、はい、四ツ谷の地名のいわれをご存知ですか？やはり4つの谷があったっていうことですかね。それは私が説明をいたしました。はい、お願いします。4つの谷という説と4つの家という2説があるようです。そうですか。いつ頃からこのように栄えてきたんですか？江戸時代の初めの頃、幕府による江戸城外堀の改札工事に伴い、甲州街道に設備されるとともに、町割りや町並みができ、多くの寺院なども、移転してきました。江戸の町の人口が増え、町の発展とともに人や食料などの物資の往来が増え、通りの賑わいに加え、多くの文化人も移り住み、たくさんの人々で大変賑わったと言われております。江戸時代の文化財や歴史的にも有名な寺社や旧跡もたくさんありますね。大宗寺の閻魔様は江戸時代大変な人気があり、閻魔様の目玉が盗まれるという有名な事件が錦絵にもなりました。時代劇で有名な服部半蔵の墓は西念寺に、で鬼平犯科帳の、長谷川平蔵の墓碑も、開業寺にあります。三遊亭園長や、二和亭四名作旧遺跡もこの四ツ谷にあります。これは歴史ファンには見逃せませんね。この四ツ谷にはこのような歴史的にも文化的にも有名な文化財がたくさんありますが、私たちはこれを大切に守り、次世代に継承しながら住んでよし、訪ねてよしの、活気ある街づくりにこれからも取り組んでまいります。大熊課長、ありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
初めて来ました。ここはね、そうですか、そうですか、なかなかいい建物ではないかと思いますけれども、区立の新宿歴史博物館ですけれども、三栄町にあります新宿歴史博物館に参りました。さあ今度は私から出題させていただきます、はい、殿方は頭から、ご婦人は尻尾から召し上がっておられます。さあこれは何だかお分かりになりますか？何か食べ物みたいですね。そうなんです、たい焼きなんです。昭和28年創業で東京たい焼き御三家といわれる四ツ谷でとても有名な一品なんですね。どうぞ。はい、いただきます。はい、ではいただきます。失礼します。なんと失礼、こんにちは。たい焼きいかがですか？美味しいです。美味しいです。あの田中さんがおすすめの、四ツ谷の名物や観光スポットを教えていただけますか？はい、ここ四ツ谷には、若葉のたい焼き屋さんをはじめ、名物や老舗博物館、美術館、文化施設など回りきれないほどのたくさんのスポットがあるんですよ。これは何だか分かりますか？唐辛子ですね。これは江戸時代にこの四ツ谷の名物として江戸庶民に親しまれた内藤八房唐辛子なんです。この唐辛子は現在の新宿御苑が高遠藩内藤屋敷の時代に屋敷の中で栽培をしていたと、そういうことに始まるんですね。このパンチの効いた辛さの内藤唐辛子を区民に配布したり、苗を植えて江戸時代の食文化の掘り起こしに今努めています。また人気の老舗もたくさんあるんですね。例えば佃煮の有明屋さん、それから三味線の猫屋さん、それから宮内庁御用達の霧ダンスの松本さんなんていう、江戸時代明治、江戸や明治大正と何代も続く老舗が多いのもこの四ツ谷の特徴でもあるんですね。次に博物館、美術館などの、集中している地域でもあるんです。消防博物館やこちらの歴史博物館をはじめ、この関連施設がこの界隈だけでも10箇所あるんですよね。そうしたあの歴史的なものと合わせて新しい文化も四ツ谷にありますね。はい、あの文学座のアトリエというのが、実験的で意欲的な演目が定期的に上演されて、ファンの方々の注目を集めています。実は僕も5年ほど前に文学座のアトリエに演劇の勉強に通ったことがあるんです。本当に縁が深いですね。そうですね。このほか、韓国文化院や国際交流基金など海外の文化の香る施設も集まり始めているんですよ。韓国文化院は韓国の歴史や文化に触れたり学んだりするには最適のところなんです。一度ご来館されたらいかがでしょうか？そうですね。また子供に大人気のアンパンマンショップ、こちらも四ツ谷にあるんです。とてもご紹介しきれませんけれども、住んでよし訪れるよし、この四ツ谷にですね、ぜひお越しいただいて、四ツ谷のファンになっていただきたいと思います。田中さん、これからもどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。四ツ谷では毎年あの大きなイベントが行われていますが、スポーツの分野ではなんといっても新宿シティハーフマラソンですね。ではここで新宿シティハーフマラソン実行委員会副会長飯塚隆夫さんにお話に加わっていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。新宿シティハーフマラソンは現在は国立競技場のある四ツ谷を中心としたコースによるマラソン大会です。来年1月15日に開催される大会で第10回を迎えることになります。東京マラソンよりも歴史のある大会です。そうなんです、第10回を迎えます。もうすでに第10回大会の準備が始まっているんです。節目のね、10回大会をなんとかランナーのね満足するコースにしたいなっていう努力をね、区長さんはじめ我々一生懸命でね、今掛け合ってるとこなんですが、もうともかく実会大会はですね、日本中から来るランナーにね満足させるいいものにしたいなというふうには思ってる。で走るコースもまたその国立競技場スタートとゴールで、四ツ谷の本当に街の中を走っていくじゃないですか。新宿区内に国立競技場があるんですから、こういうものを利用してね、何か
新宿を挙げてそういうね健康的な健全なものが出来上がらないかというのが願望なんです。各議員が全部ね燃えてますから絶対に成功すると思います。私からも今までのご協力に感謝いたしますとともに第10回大会の開催に向けて関係者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。飯塚さんありがとうございました。ありがとうございました。四ツ谷は公衆介護等のところが尾根になっていて、はい、あとこう谷にて落ちていくそういう地形の変化もありますので散歩していただくのにもね本当に楽しい街ですよ。続いてご紹介するのがこちら四ツ谷広場ですね、はい、四ツ谷の特徴の一つは何といっても地域力にあります。私はこの四ツ谷における象徴的な存在として四ツ谷広場の活動に大きな期待を寄せています。では四ツ谷広場運営協議会の毛田会長にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。四ツ谷広場では地域広場、東京おもちゃ美術館、CCA アートプラザの3つの団体が運営協議会を構成し協力連携し合って本施設の運営を行っています。では具体的な活動内容を教えてください。はい、まず NPO 法人市民の芸術活動推進委員会は CCA アートプラザを運営し貸しギャラリー、常設のギャラリーとして手で見るギャラリー、各種講座などの事業を活発に行っています。次に NPO 法人日本グッドトイ委員会は東京おもちゃ美術館を運営しています。美術館では日本と世界のおもちゃで実際に遊ぶ展示や手作りおもちゃ工房、おもちゃ病院などが好評です。地域広場では多世代交流サロン、大人のサロン、親子のサロンの3つのサロンが自主運営され昨年は約5万4000人の方にお越しいただきました。また東日本大震災の際には近隣からの避難がありコミュニティの大切さや避難所機能としての役割も再確認しました。6月の四ツ谷広場フェス2011もとても盛況でしたね。はい、今年で3周年を迎えた四ツ谷広場フェスタは多数の方が企画参加する四ツ谷広場最大のイベントとして年々盛大になってきています。この他にも15年続いている四ツ谷納涼踊り大会や戦前に地域から寄贈されたピアノ演奏会、乳幼児の関係のイベントなどや東京おもちゃ美術館主催のおもちゃフォーラムも毎年盛大に開催されています。毛田会長の四ツ谷広場にかける思いを聞かせてください。この四ツ谷広場は四ツ谷第四小学校の統廃合にあたり小学校をコミュニティの核としていた私たちの要望を区に受け止めていただき多くの地域の関係者が議論を重ね総意をまとめ上げて出来上がったものです。四ツ谷広場には高低差のある建物とグラウンドをつなぐランプ坂という坂があります。この坂は上と下をつなぐという意味で多くの人に親しまれてきました。私はこの名の通り人と人をつなぐ広場を目指したいと思っています。人と人をつなぐ広場素晴らしいですね。これからも四ツ谷広場をどうぞよろしくお願いいたします。毛田会長ありがとうございました。ありがとうございました。今回のこんにちは新宿区長ですはここ四ツ谷をご紹介しました。渡辺さんいかがでしたか。もうとにかく盛りだくさんでしたね。寺社仏閣といった歴史的伝統的な名所旧跡に加え新しい文化スポーツの拠点もありで現在行われている地域の活動もとても活発なのが印象的でした。そうですね、歴史を今に伝えながらここ四ツ谷は地域力を存分に発揮していると思います。さらに嬉しい話題が一つ、四ツ谷では近年赤ちゃんの出生数が増加しています。これからの四ツ谷の地域力にはますます期待が持てますね。今回ご紹介したのは四ツ谷のほんの一部です。皆さんもぜひ四ツ谷を訪れ新たな発見を楽しんでください。中山区長ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次回お会いいたしましょう。